スリープフリークス講師の伊藤です。今回はダメージ第4弾。今回で最後ですね。まだ見ていない残りの機能も確認してまいりましょう。今まで主にリズミックスイーツのループメニュー、またはシングルループス。こちらの画面のエフェクトやアンプシークエンサー、トリガー FX、EQ フィルター、こちらを見てきました。しかし、こちらのパーカッシブキッズから見てみると、このようにメイン、ステージとなっております。また、こちらのマスターミキサーというものが少し違います。こちらがステージですね。それでは、こちらのサンプルを聞いてみましょう。特にパンなどは振っておりませんが、音に立体感があったと思います。それではまずこちらのマスターミキサーを見ていきましょう。こちらではクローズ、ルーム、ホールの3つのマイク、また3つのミキサーチャンネルを使用することができます。それではそれぞれのマイクのサウンドを聞いてみましょう。まずはクローズ。マイク単体の音を聞くためにこちらのソロボタンを押します。とてもドライなサウンドですね。非常に近くで録音されている感じ。音量はこちらでコントロールできます。それでは次はルーム。部屋鳴りが含まれ、先ほどより空気感が足されております。それでは次にホール。コンサートホールのような非常に深い残響が含まれております。そしてこれらを同時に使用でき、混ぜることもできます。そしてこちらのパージボタン、ルームとホールのパージを押してみましょう。クローズマイクだけの音になりました。これはどういうことかと言いますと、パージボタンを押すことにより、そのチャンネルのサンプルを削除することができます。例えば今回はホールのマイクは使わないなっていう時に、パージを押しておくとラムの節約になります。また戻したい時はパージボタンを押し直せば、サンプルをロードし直すことができます。それではこちらのステージのタブを押してみましょう。こちらではドラムのポジションを選択することができます。奥で鳴っている感じ。手前で鳴っている感じ。左奥。右奥。右手前、左手前など。このように自由に配置することができます。こちら、現在選択しているキットの C1 に配置されているサンプルのみを今使用していますが、これ他の鍵盤を叩いてみると、あらかじめいろんなところに設定されております。それではこちら、スネアとタム、そしてキック。こちらを用意しました。スネアを選択、または鍵盤で弾いた後に、そうですね。それでは左にしましょう。そして、こちらのタム。じゃあこれは右にしてみましょう。それではキック。こちら真ん中手前から鳴るようにしてみましょう。そして聞いてみましょう。このように、サンプルごとに分けることもできます。こちらでステージ機能をオンオフ、切り替えることができます。また、こちらに書いておりますが、オルトまたはオプションキーを押しながら、そうですね。じゃあ手前選択します。そうするとすべてのサンプルが同じところから鳴ることになります。こちらリセットボタンではすべてのドラムを中心の位置に戻すことができます。こちらのステージマスターミキサーのマイクと併用することもできます。現在こちらタムの音をクローズマイクで鳴らしております。このようにクローズマイクの中でポジションをコントロールできます。例えば、ホール。ホールを奥にあるとすごい残響になりますね。このように一つ一つの音に今までやってきたエフェクト同様、音を作り込むことができるので、ぜひいろいろなジャンルでダメージを使用してみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。